吉田さん、今年のね、速稼塾の中の取り組みの一つとして、オンライン格闘技ジムを速稼塾の中でやろうかなと思って、塾生さんにね、キックボクシングインストラクターっていうのがいるんですよ。まあ、この方は経験20年ぐらいあって、今40歳なんですけども、セカンドライフですよね。セカンドキャリアか。多分そういうのに思いを馳せてる頃なんじゃないかなと思ってたんですよ。だってね、20代、30代の頃はまだね、キックボクシングのトレーナーとして雇っていただけるところはあるでしょうけども、トレーナーさんって20代でもね、山ほど出てくるわけですよ。30代はもっと多いわけですよ。でも40代になってくると、どっちかっていうと体力が落ちてきて、その試合にも出れないわけじゃないですか。どんどん実績を作るチャンス失われて、で体が衰えていって、あんまりこう担当のコマ数って入れなくなってきますよね。まあ、そうすると雇われなくなってくる可能性があるんですよ。まあ、少なくとも50代を考えた時に、もうキックボクシングのインストラクターってのは難しいなと思って、私は思ったんですよ。でその人をちょっとね、取り上げて、これから40代50代限定のオンラインジムっていうのをやってみたらどうか。でその中にも単なるオンラインジムをやるんじゃなくて、いろんな工夫を加えてやっていきましょう。これはだから、ジム以外のそのコミュニティ運営、オンラインサロンの運営と同じで、さまざまな仕掛けをぶち込んでいったら、多分そのオンラインジムをやってる人にネットのスキルがたくさんある人って少ないと思うんで、これはいけるんじゃないかなと思ったんですよ。それでまあコンセプトとしては、まあほとんど体を動かしたことがない、もしくは昔ちょっとやったんだけども、でももうね、50を過ぎて40を過ぎてほとんど体を動かす体験なんてしてないよって方に向けてのオンラインジムで、ハードルを極限まで下げて、とりあえずやってみようってところから、目指すところをそれぞれ持っていきましょうみたいな感じでね。まあ話長言うと長くなるんで、この辺で割愛しますけども、でそのためにまずね、 YouTube チャンネルを開設してもらって、で1からスタートしたんですよ。でそこにはキックボクシングとかのカリキュラムも入れていったり、塾生、まあ、そこの生徒さんって私1人だけなんですけど、今のところ生徒がどのようにね、指導を受けてるかってことをずっとやっていったんですよ。で動画の本数もそこそこ増えていったんですけども、その時に開設して1ヶ月をちょうど、まあ、迎えるあたりに、新しいね、格闘技のアマチュアの取り組みがあったんですよ。それがエクストリーム1っていうやつで、まさにね、そのエクストリーム1っていうのは、まあ全世代型の格闘技なんだけども、50歳以上の試合ってのがそこにあるわけです。ジェントルメンシップってやつね。それとか、まあ女性のね、結構年齢がいった女性の、その、スパーリングみたいなのもあって、それが大会になってるわけなんですよ。これはいいなと思って私も出るつもりなんですけども、その中で、まあ格闘技って怪我をしたりとかね、怪我をしなくてもやった後で体が動かなくなって、普段の仕事とか家庭生活に支障が出ちゃいけないんで、リングで戦うだけじゃないね、そのミドルキックチャレンジっていうのもあるんですよ。ミドルキックチャレンジっていうのは本当にこうキックを1分間に何回できるかみたいな、そんな試合なんですけども、とりあえずその私たちがやっているオンラインジムのそのリーダーにね、それに出てもらったんですよ。まあ、費用私持ちで、出ろって言ってから出てもらったんですね。そしたら、まあまあ、いい成績を出たみたいで、1分間で118回のミドルキックが認定されたらしいんですよ。で、結果、優勝とかなんとかっていうのはあるのかないのか分かりませんけども、まあ、ある程度の年齢の中では一番できたんじゃないかなっていうふうに振り返ってましたね。で、動画も送ってもらったんですけども、結構いい感じで盛り上がっていて、特に、その、ミドルキックもかなり盛り上がってね、ミドルキックを1分間するために音楽を作ってくれて、3、2、1、バババババンで、で、ナダル選手とか、あとラウンドガールがこうやって応援して、はい、キック、キック、キックみたいな感じでリング上でね、もう1000人ぐらい、まあわかんないけど、すごい何十人もの人に囲まれて、見ながらキックをするみたいな感じで、やってる方もモチベーションすごく上がったらしいんですよ。すごい、だからね、格闘技のイベントが始まったなと思ったんですけども、このエクストリーム1で検索すると、今私たちが運営してるね、速稼塾のオンラインジムの動画ばっかり出るんですよ。やったなと思いましたね。で、昨日からアクセスがちょっとね、取れ始めてるんですよ。チャンネル登録もね、そう、もうすぐ40人ぐらいになって、まあ、当面の目標100人なんですけども、まあ、もうちょっとね、ブーストかけないといけないかなと思うんですけども、まあまあ、まずまずかなっていうところですね。で、こっから本当にオンラインジムの会員さんが出てくると、セカンドキャリアはまあ作れるんじゃないかなと思いますね。で、そういったところに私も関われて、嬉しいなってところもあるし、結局ね、何かをやるとアクセスが取れて、アクセスを取るためにはもう何でもやるみたいな姿勢っていうのは本当その通りで、いろんな世の中の
大会にこうやって目を光らしておいてね、全然有名じゃないんだけども無名の試合なんだけども、それに出ることによって、まあ、逆にそこに注目しているインフルエンサーがいないからアクセスが独占できるっていうのが私の読みだったんですけども、今回その通りになったかなと。まあまだまだね、分かりません。笑える部分でも何でもないで始まったばかりなんであれですけども、とりあえずは昨日がねその試合だったんですけども、すごくいい成績が出たんで、お祝いにリモートうなぎ食べ、なんかね食べ大会をして打ち上げをしたっていう感じですね、うん、よかった。まあこのね速稼塾のねリモートジム、これリファイトクラブって名付けたんですよ。もう一回やってみようぜっていうね。で掛け声が始まる時にリファイトって言って、終わった時もじゃあリファイト、みんなもリファイトしようぜみたいな感じで、結構掛け声もいいなと。でガチンコファイトクラブもファイトクラブもかかってるしね、リファイトクラブなかなかいいんじゃないかなと思って、今年1年間ちょっとこれにね力を注いでみようかなと思ってます。私自身も試合に出るつもりなんで、ジェントルマンシップ50歳以上の公式試合ついに出れるかもしれません。やっぱ思えばねそこに近くなってくるのかなってところの一つの例ですね、これはね。ワクワクしてます。それじゃあいってらっしゃい。